皆さんこんにちは、鈴木マリアです。今回は北海道苫小牧市を拠点に活動しているアイスホッケーチームレッドイーグルス北海道さんの試合を見に行ってきました。着きました。こちらです。ネピアリーナ初上陸。全部いい感じ。靴下もこっち買うのがいいか。まあまあ大きい方がいいよね。こっちから取ってもいい？人落ちするからね。え、はい、かわいい。3人ぐらい入りそうな。止まっちゃう。図書館があります。なぜ？え、本当に本がいっぱい並んでる。あ、移動図書館なんだ。え、すごい。何食べようかね。フル丼。フルドポークだって。豚丼ってことか。甘い系もあります。ソルロンタンにしました。こんな可愛いボックスに入れてくれます。ゴールデンカムイコラボ。入場後早速自分の座席を確認しに行くと、目の前にアイススケートリンクが広がっていて、とってもワクワクしました。このお席はヘルメットも用意してくださっていて、なんと試合終了後には好きな選手と写真を撮ることもできてしまう大変人気なシートとなっています。やばいです。念願の氷かぶりシート。見てこのユニフォーム。じゃん。今日は入場の時にプレゼントがあったので2000名限定かな。で、ゲットしました。他にもグッズとかゲットしたいと思います。館内の階段にまでレッドイーグルス北海道さんのロゴが描かれていました。さすが本拠地って感じですよね。買おうかな。どうしよう。行くやつ絶対使うもんね。これにしよっか。3人でおさらい買います。あやかちゃんがガチャガチャやります。誰がいい。誰でしょう。柴田嗣人選手、91番だそうです。これでちょっと覚えれますね、選手の名前が。今日の推しで行きましょう。91番柴田選手。はい、私もやってみます。藤井周平選手。あ、21番久慈周平選手。今日の推しは久慈周平選手です。しおりちゃんは誰でしょう。え、やばい、かぶり誰。柴田嗣人さん。推しがかぶった。推しかぶり。いっぱいいるのかぶりするね。どう。いただいてもいいですか。いい。あー、テラノさんだ。写真。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あの、ゴールデンカムイ意識されたんですか。そうだろ。すごい。はい、じゃあ稲葉監督、稲葉さんのサインだったり、陽大館さん、高梨さん、日本代表チームとか。え、あら、なんだ、さんのサインもありました。なんでだろう、すごい。What?
スタンドのお客様はご起立にご協力ください。黙祷します。終わりました。やばい、こんな近くで見るなんて嬉しすぎる。やっぱり近くで見るとパックがよく見えるので全然迫力が違います。21番の選手、藤選手。嘘、入っちゃった。入ってる。やだよ、全く見えなかった。大丈夫、まだまだ、まだ1ピリオドだから。頑張れ。それ飲んじゃう。7824888以上5名です。おめでとうございます。藤選手のアシストで柴田選手のゴールが見れました。いや、本当に楽しかったです。結果は5対3でレッドイーグルスの勝利です。なんとガチャガチャを引いたところ、ね、91番と21番の柴田さんがゴールして久慈選手がアシストするという奇跡が起きました。そして最後にゲストの鈴木さんと私たち鈴木も写真を撮っていただくという奇跡も起きましたね。というわけでこれから苫小牧で有名なロマン亭という焼肉屋さんに焼肉を食べに行きます。金剛園の橋の沼の橋店、沼の畑か、沼の畑店。キムチの盛り合わせ、セロリのキムチかな。あ、書いてあった、セロリのキムチ。生でいくってことか。手でやっていいですか。チヂミ、あ、すいません、チヂミで。ビビンバー、和牛ロース。
った大きいね。本当だ。わかりやすい。ピザみたい。ピザ。油がまろやかになったからね。やった。いただきます。ごちそうさまでした。カバコ前また来ます。